テメルコムズは昔女性と子供の楽器でした。最近男性も弾くようになりました。まあほとんど昔は遊びで弾いてました。そしてなぜ女性の楽器だと言われたというと、その楽器でメッセージを伝えることができました。そして昔は女性が好きな男性に楽器を使って告白をすることができました。まあでも最近はアンサンブルとかでよく使われています。そしてソロの演奏もたくさんあります。